アドゼルさんは神谷くんも2回はい、はい、この段階ではゲストに来ていただきましてありがとうございます,す、ねえー、あのあまりにも心配だったんで、うん、<laughs> 言ってくた、ね、見に行ったんですよ黙ってっ <laughs> この番組は有料配信であることを隠れ蓑にした公共性は低く聞く人を選ぶけどその人たちの生活に欠かせないトーク番組です有効愛うつおしゃごう 何のゴーでもない」「弱点見つけるの得意ゾンビを倒すよリー こんにちは神谷弘です。大江健三郎です。収録日現在小野坂さんは舞台出演のため今回と次回お休みとなります。まあ同じ舞台に出ているお稽いさんは来てくれました。ありがとうございます。ダブルケースなんでね。ね。はいはいはい。留守にしまして。え？留守にしまして。いいいいいあ前回はですねあのタケポンが来てくれまして永遠そのアズゼルさんの舞台の心配をする。一回目ね。一回目ね。見た見た。ありました。見だ。はい。まああまりにももうチケット代が多けんじゃね。 話を延々してたんですけど盛んにピーフヨーヨーヨーって入ってたけど入ってた入れてくれたんですね楽しい放送ではあったんですけれどもおしゃごってなんか不思議な番組ですねどういうとこがだって基本的にはほら小野坂まさやっていう人間がいてねまあどの番組行っても大体同じようなことをやってる人がこの番組でも僕ら相手に同じようなことやるわけじゃないですかもう一ヶ月以上いないっていうねすごいですねすごいですよね だって稽古も舞台本番も二ヶ月近くなるんですか？二ヶ月半で住むんですか？二ヶ月。住んでるんだ。一月の頭から稽古が始まって一月は一回だけ騙されてきてそうだ。 途中で、うん、あーっつって来てて激切れしてきて <laughs> 確かに稽古場から30分ぐらいで、まあ、会長に走れ,走れば到着する場所ではあるんですけども、はい、<laughs> あの時怒ってたね <laughs>、はい、もう誰も楽しくない放送するっていう会がありましたけどた、ね、だからあれ以来来てないから Q、うん、ちゃんが2回来たんでしたっけね。でそのたけぽんが2回来てでなおかつたけぽんの会はたけぽんしかいないっていうね。 あそうかゲストはねだからもう僕しかいなかったからお苦労様ですいえいえい <laughs> <laughs> どうにかだこれ大丈夫かなと思ったんですけどなんとかなりましたね楽しく拝見しましたよ <laughs> 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 まあ一回ぐらいはなんとかなるんですよたけぼんネタが豊富だからねそうそうそうへーって話聞いてるだけで一時間すんじゃうんでおかげさまでねアゾゼルさんは神谷くんも二回ははいいこの段階ではゲストに来ていただきてありがとうございますあまりにも心配だったんで僕はてく見に行ったんですよ黙ってでその時は大きいじゃなくてヒロキの初日だった初日も来てくれたんでしょすごいね の初日でどんなふうにやるのかなと思ってたんですけどまあ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 やっぱすごかったっすね。だもう今更ですけれど今更っていうか皆さんもねご覧になってると思いますしまああのどんな内容だったかご存じ存じ上げてますでしょうからまあ一応のねまだ配信はしてるんでしたっけあれはね配信期間中だということで全部のネタバレは避けますけれどもいや本当面白かったですよ。よかった。うん 1万6,000円は高いなと思ってましたけれど当初当初まあ行っても高いなと思いましたよそうだね行っても高いなとは思いましたよで僕が行った時はあのトークゲストの発表がなかったから何やんだろうなこれで終わりなんだろうなと思ってたらさんざん2時間舞台やった後ほとんど間もなくトークライブ始めて始まりましたね あいつ大丈夫だん <laughs> なんかねむしろあれがないとやっていけないぐらいな感じで<え>終わった直後はすっごいもう死んでるの。<laughs> うんうん、つってで服脱がされてうん、うん、ウィーグ外されて。うんうん 始ままりしたてて生生ききるすごいなと思って全然段取り知らなかったから本編が終わってその後トークライブやりますっていうアナウンスが流れてえ嘘だろうと思ってこのあとあるんだトークライブ芝居に出てらっしゃる方もいるしねその方たちをお迎えして普通に喋るっていうコーナーがあるんだなと思ったんですけど出てくるまでが異常に早くって。 多分です、ね、初日結構、あのー、そのウィッグとか衣装を外す時間が読めなくて、うんうん、かなり、ま、お待ちいただいたんですよ、うん、なので早くしようっていうことにしたんだと思うきっとにしたって <laughs> にしたってだよあ本当。うん、そんなに早かったんだ、あのー、ライブのアンコールより早いえ<ー>全然五5分ぐらい5分かかってないんじゃないかな相当じゃあ急いだんだねんね体感… 一分ぐらいで,できた。え、それは早い。も僕もなんか気になったから時間見したんですけど、三分ぐらいだったかな。うんうんうん、そうだったんだ。めちゃくちゃ早いなと思って。なるほど、それは早い確かに。大丈夫頑張さんと思って。頑張った <laughs> 多分ね後半にかけてはまあ四五分ぐらいかなっていう感じのインターバルになってるかな。まあまあ全然いいですよ。うんうんうん、ただあの。 当初どういうかどの尺でその準備ができるかが分からなかったので、うん、何の音の用意もしてなかったのはい、はい、初日は、はい、無の空間でみんなずっとたされあそれであのなんかよくわかんない始まるよみたいなヤングさんのメダルをとったんだけそ,そ,そ,そこはそれはあったんじゃないかなあっ,たあったんだけど、うんあのー、準備ができる段階でそれ流れてたですようん、うん、流れたでしょそうなので、まあ、読めない期間多分時間78分。 おそらく初日もあったんじゃないかなみんな、えー、いや別にいいよそれでもペース配分とかもさ分かってないからさ<ー>一生懸命ずーってやるじゃんもちろんみんな、うん、あの全力でやってるんですよやってるんだけどもあのその中でなんだろう復帰して <laughs> 自分が投稿するところまでね <laughs> まあ加減も分かかなないしね初日はねもうなんかとりあえず全力でやっちゃうからで多分必要ないところに力も入ってるしそういった意味ではもすごい疲れ切って初日を終えて引っ込んでやっと初日終わったと思ったらもうそこから服脱がされてあのじゃあ喋ってくださいどうぞって言われるわけでしょまあそっちの方があいつは楽しいんでしょうけどそうだと思うなんか日々それを生きがいにやってるところあるかな <laughs> <laughs> よかかっったねねっつって <laughs> おかしな話だよ、ね、それがなかったら本当にうってそのままもうはうように楽園に戻らなきゃいけないからああ <laughs> そっかそっかいやでもすごい楽しいステージでしたよ、うん、よかったね皆さんどれぐらいあの原作とかアニメ見たんだろうってう読んだんだろうっていうぐらいめちゃくちゃ原作再現しててそうだね<ん>ま、あのー、今回作演出を川本なる君っていうテニプリでもあのご一緒してる。 くくんが、うん、えやってくれてれ、まあ、相当原作読み込んでまとめるにしても原作はまんまじゃなくてちょっとここは入れると大変になっちゃうからちょっとここは一回オミットしようっていうね小林優ちゃんの役とかねちょっと今回は外させてもらったんですけども2時間弱ぐらいの感じで収まるところでまとめるっていうのを決めてでまあ演出ですよね。最近舞台関係だと映像 プロジェクションマッピング的なことを使うのが主流なんですけども、うん、まあそういうのは、ままあ、ほぼほぼタイトルを出す時ぐらいしか使っていなくて照明とアナログにこだわった演出をあらわざとなんですねもちろんコンパクトな舞台だしそういう表現方法にこだわりたかったっていうのがナ、まあ、くんの念頭にはあったみたいですね。ももととシアター・ーミクサー、はい っっていう舞舞台台自体が変わたじ映画館のしかもミニシアターみたいなうそうそううそそんなに大きくないミニシアター300人規模でね2階席もありますけれどもそんなに大きくない劇場だったのを映画館だったのを改築して上から下まで1階2階とかゲームセンターとかだけどその上はんかライブ会場だったりとかカフェだったりとかんかさまざまなエンタメをあそこから発信していこうっていうエンタメ発信 基地みたたいなものを目指して作られたやつででもできてすぐにコロナ禍に入っちゃったからあそのタイミングかそうそうそう,そう,う何にもできなくて、えー、僕も、あのー、立ち上げ当初ちょっと若干あの話をいろいろ聞いてて、うん、そうだ言っんか本当は、ね、照明だったりとか、うん、プロジェクションマッピングだったりとか、うん、音響だったりとかもあそこならではの特殊な何かを入れてあそこじゃないと、えーえー、表現できないもの。うん なおかつ、なんか 5G の電波を使って、それをこう配信っていうのをメインにしたコンテンツを発信したいみたいなことはあの聞いてたんですね。だから、どんなものができるんだろうなっていうふうに思ってたんですけど、まあ、割と2.5の人たちが <laughs> 頻繁に使うようになり、イベントってことイベントじゃなくて、舞台自体をやってました、ねうん、今回みたいに。あとは、なんかライブ会場として使える、ええーね、スタジオミクサー、はい、やったところはシアターミクサー。 ライブとかをやるのは。スタジオミクサー。さん二、ねはい、つの会場があるんですよね。あよねはい、まあ、規模は違うんですけれども、なんかそういうちょっと違う会場があったり、とかして、まあ、用途が違うっていう。うでも、同じ、ええー、建物内。そうね。二月二十七日更新分のおしゃごは。収録日の今日現在、小野坂さんがまだ本番中なので、小野坂さんはお休みです。おけいさんがアズゼルさん公演中の小野坂さんの様子を伝えてくれました。トークライブがないとやってられないみたいです。 おじさんのツイッターと舞台裏の態度の違いについても話しました本当に皆さんのおかげですありがとうございましたもう死んじゃうかもしれません小野坂さんが舞台中に落ちた恋の話をしていますまあもう二度と会えないんですけどねそう二度とね神谷くんも自腹でこっそり見に来てくれてそうですよ素晴らしかったですただ高かったですそうですねありがとうございますメールから今の時代公演をやることの難しさについて話しました お芝居のチケット代はどんどん上がっていますがこの配信チケットは期間限定で月額490円になっています。4月まで